ケイアンテリアはテリア種の中で最も古い犬種の一つです。スコットランドのウエストハイランド地方にあるスカイ島が原産地で、積み石の隙間や穴に潜む小動物を狩るために飼育されてきました。スコットランドでは最古の飼育犬と言われており、その歴史は数百年に及びます。ケイアンテリアは体高2831センチメートル、体重 67.5kg の小型犬ですが、がっしりとした筋肉質の体を持ちます。頭部は幅広く、耳は三角形で立っています。マズルはやや短く、鼻は黒色です。目は潤んだ表情で、茶色から黒色までの色をしています。尾はまっすぐで背負ってはいけません。四肢はしっかりとしており、前足に体重をかけた力強い立ち姿が特徴的です。紐はダブルコートで、柔らかく密生したアンダーコートと硬質で風雨に強いトップコートを持ちます。毛色はクリーム、レッド、ウィートン実った小麦色、グレー、ブラック、ブリンドル地色に他の色が入る模様など多彩ですが、ブラックやホワイトは公認されていません。ブリンドルのケアアンテリアは生涯にわたって毛色が変化することがあります。ケイアンテリアの性格は陽気で活発、好奇心旺盛で遊び好きです。飼い主に忠実で知能も高く、しっかりとした訓練を受ければ優秀なパートナーになります。しかし頑固で強い意志を持ち、狩猟本能も強いため、時には飼い主の言うことを聞かないこともあります。また警戒心も強く、番犬としても優秀ですが、寂しがり屋な一面もあります。ケイアンテリアの飼育には適度な運動量と手入れが必要です。毎日の散歩や遊びでストレスを発散させることが大切です。紐は指で引き抜く、ハンドストリッピングという方法で手入れする必要があります。ハサミやバリカンでカットすると紐の質が損なわれる可能性があります。ケイアンテリアはテリアらしい見た目と性格を持つ犬種です。歴史ある犬種として世界中の愛好家から愛されています。もしケイアンテリアを家族に迎えたいと考えている方は、その特徴や飼育方法をよく理解してから決めることが大切です。